待って待って、はい、今日は私たちが質問に答えていきます。イエーイ。質問読みます。はい、もしアイドルを目指していなかったら将来何をしていると思いますか。うーん、何してますか皆さん。ちょっとこれね、なんだろう、個人的。いやでもみんな気になるな。なんだろうな。カボちゃんとか私想像つかないもん。そうだよ、だってオーストラリアに行ったんじゃん。何してたの。いたちゃんって私もうちょっと待って、ここから来てるよ。コーラになりたかった。コーラにコーラになってたかもしれない。コーラになってた。人間じゃなくなっちゃうの。マーチになってたかもしらんよ。マーチな何になりたかったの。あのね、なってると思う。何になりたいと思う。オーストラリアにそのままいたら、うん、あの日本に帰ってきてなかったら多分ダンスやってたから、あそダンス系の仕事をやりたかったと思う。なるほどね。ディズニーで踊る人とか、うん、でもね、一回ディズニーで踊る人になりたいって夢あった。だいたいダンスやってる人それ持ってるくない、うん、なんかここの同じダンススクールの人とかがなんか日本のディズニーのダンサーとか、なんか王子様とかに、うん、お姫様とか、すごい役になってる人いた、うん、あ、じゃああれだ、ジャスミンかな、やるなの。私ジャスミンなの。どれかやるならジャスミンかな。ジャスミン、私は、私はなんだろう、あのアリエルでしょ。あ、そう、アリエル、赤くするのもね。アリエルになりたいらしいんですよ、髪の毛、ちゃんと赤に染めるの。そうか、赤に染めたいと思う。なるほどね。明日そうだね、アリスも。まあ、そっか、オーストラリアにいたらダンスかな。ダンスやったか、うん、そうだね。ユッチは、なんだろうな、本当にね。それこそ北海道に。そう、多分帰ってこっち来てないし。そうだよね。多分、私は高校卒業したら普通に就職する。北海道の大学には行かない。絶対行ってない。あ、そうなんだ。絶対行ってないね。なんでなんで。なんでだろう。なんか、なんか北海道は、北海道にいるとなんて言ったらいいんだろう、なんかね、そのままの道しるべみたいな感じで、もう自分の中に大学ってことがなかったと思う、頭の中に。普通に高校卒業したら就職っていうその流れが自分の中であった。絶対に。その就職は何をやりたかったの。普通に多分公務員。あ、ちゃんとしてるね。公務員になってますね、多分。なんか私もユッチと同じかも。一緒、ね、公務員。なんか本当にね、夢がないからひたすらに勉強してたのね。そうだから、そのままなんか入れる大学、うん、に行くこともできたけど、やりたいこともないのに大学行くのはまた違うかなと思って、多分就職してた。でも偉いよね、そうやってさ割り切れてさ、なんか大体はさ、とりあえず大学行っとこう的な、とりあえず大学行ってから決めよう的な人が多いんじゃん。だからそれ東京だよ、多分東京の考え。そうなんだ、静岡の考え。多分そうだ、私静岡だから一応。そうだね、家庭によって違う。確かに家庭によって違うかもしれない。大学に行く家庭があるもん。ちっちゃい頃から私あれピアノやってたけど、音大に行くつもりはマジでなくて。ああ、そうなんだ。全然ない、親も全然なくて。そっか、全然。そう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 、とりあえずピアノやってて。そっかそっか、なこちゃんの場合。そうそうそう、なこちゃんの場合は何になってたんだろう。なんだろう。これってアイドル以外だよね。アイドル以外だよね。目指してなかったら絶対。でも芸能はやってると思う。ああ、やってるかも。芸能は絶対やってか、なんか私的にすごい、そのサラリーマンとか OL さんとかめちゃくちゃすごいと思うんだけど、なんか私からしたらそういう、なんていうの、なんか破天荒な道が好きなの。あ、こうなんか型にはまってる。元からすごい芸術をやってたから。確かに確かに。カートは普通に海外に行ってたかも。行ってそう。なんかかっこいいね。大学卒業して、音大卒業して、でもさ、音楽がなかったらどうなってたんだろうっていうのは、またもう、そう、全くやってなかったらね。そう、やってなかったら昔からだからもう全部変わるよね。そうなの。でも高校の時にずっと言ってたの、あ、中学の時に言ったのは、ピアノをやめたら美容師になるって。でもやって美容系に行ってそうだね、なこちゃん。確かに確かに。なりたいとは言ってた。上手だもんね。上手上手。デザイン系。確かに。デザイン系だったかも。他のメンバーどうだったんだね、ミユとかモモ。え、なんだろうね。ミユちゃんはエンジン組み立ててた。エンジン組み立ててた。モモはまだこれから。確かに。まだ学生だから。今からだもん。今から決める。悩ましいな。そうだね。でもあの頃自分のあの桃ぐらいのさ17、8とかの時ってさ、あんまりそういう考えなくない、なんかそういう、なんていうの、
今私これやってるから次はどれやろうとかさ、確かにね、ひたすらそれを迷うやってた、うん、いやわかんない、18、7でアイドルになれるっていうのがすごいと思うから、あーそっか、うん、そうね、すごいと思うよ、そうだね、なんかみんなは考える回みたいな、確かに、だって高2からこっち来てるから私、うん、うん、高1の時のままだ、高1の時のまま高3になってたら、うん、本当にどうなってたんだろうって思うわ、実際どういう考えになってどういう風に自分の人生決めてたのかなって、なんか思い返りだったね、すごいよね、え、でもさ、すごいよね、そうだよね、そう考えると怖いよね、将来何があるか分かんないから、そうだよね、もしかしたら、そうだね、いろんな職業があるからね、いやそうだよ、でもね、90何歳とかでね、いろんなことをやってる人とかもいるんよ、うん、だから、うん、ムムは若いからとか言っちゃダメなんだよね、ほんと年齢は関係ない、でもそれはまだまだ若いもんなんでかいよ、だからそう、まあ、アイドルじゃやってるからあれだけど、そう、ね、そう、これからたくさんの職業に出会うかもしれないし、うん、そうだね、それは分かんない、アイドルやりながらできる職業かもしれないし、確かに確かに、だからこれからね、どうなるか、私たちはまだまだ成長できる、うん、女たちだから女たちだから、そう、だからみんなはすごい楽しみに待って、うん、見守ってくれたら、うん、で、みんなも頑張るんだよ、それで一緒に、うん、一緒に頑張るよ、ね、多分だって今年就職の方とかもさ、あ、そうだよ、確かにいるよね、からね、今大学とかさ、うん、進路で悩んでる子もいるかもしれない、確かに、男も女も頑張ろう、みんな頑張ろう、子供も親も頑張るしかないっていう感じで、はい、しんみりしちゃったけど、ね、でもすごいね、もう一回になりました、いい運命でこのね、よかった、このアイドルになれたという、良かったです、このメンバーが決まったよ、みんな頑張ろうね、頑張ろうということで、また次回、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、キンキンキン